こんにちは、ガンバ大阪の山本由紀です。世界不思議発見見たことあります？のなんかエンディングのあのキーあるじゃないですか。なんか僕の勇気の勇のなんか悠久の大地に咲くなんか樹木みたいな、ターンポイント、声と愛嬌、愛嬌ないな、穏やかしっかりしてる、こだわり強い服とインテリアと美容ですかね。特技、あ、料理、リスクを犯す、クモンとサッカー、あだ名ユッキーとか言いました小学生入る前、保育園かな、1回目やったらその場所とかじゃなくてご飯は絶対カウンターにした方がいいと思います。うわぁ、ちょっとそれ多すぎ、多いんで無理です。めっちゃ辛いやつ、ハンターハンター、テレビ千鳥プラダを着た悪魔。最近一番笑ったことは、あ、さっき治療してる時にあのキーパーコーチのヨシさんのくしゃみの癖がエグかった。なんか温泉旅行、犬、キンキキッズの愛の塊、お風呂に入る、サッカーボール、初給料は何か買ったかな、親になんかちょっと買ったか、あ、自分に服買ったかちょっと覚えてないです買い物行くか、行くことが多いですけど、コロナのせいでめっちゃインドアなんで、なんか行きたいけどめんどくさいみたいな引っ越しするんで、あの、もともとインテリア好きなのもあるんですけど、ずっとそのことしか考えてないです。そのことしか考えてない色味とサイズ感、シャネルのガブリエル、ポンコツ今ちょっと怪我でなかなか出れてないですけど、また皆さんの応援のもとでプレイできるのも楽しみにしています。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。